はい、どうもゲリです。ということでですね、今回なんですけども、久々の52マス貫突企画ということでですね、カルガラの、はい、52マス貫突をね、動画提供していただきました。めちゃくちゃ久々なね、貫突企画、はい、まあなんで、まあ動画では初でかな、カルガラに関して言うと。はい、で今回ね、まあ動画を提供してくれたのが、はい、こちら青いラダオさんになってきますね。はい、まあ前回もね52マス、出ていただいたんですけども、まあ名前変わってんのかな、あれからね。で、コメントがですね、空の悪魔なの、僕は青カナブン、全く意味が分かりません。これはちょっとよく分かんないな。あれかな、カルガラが青いやから、ちょっとこれカナブンに見えるんかな。いや、どうなんだろうか。まあちょっとこれは皆さん要相談で。はい、ってなわけでね、まあ今回ね52マスの、カルガラ、がまあね環境どんなもんなのかと、いう感じなんですけど、まあカルガラといえばね、まあ、ゲッタを見る、まあ、天才アタッカーになってきますよね。だからロジャーワンパン、そしてまあルッチもワンパンで、あとはですね、ブルーノとか、まあそこら辺のキャラクターをね、環境最強ゲッター3人をですねワンパンしていくことができるんで、まあかなり非常に強い、まあキャラクターになってますね。まあただね、問題のセラフに関して言うとね、もう正直石化になってしまえばもうちょっと何もすることができないっていうのが、まあキャラクターになってくるので、本当にまあセラフィムと今一緒にこう裏を見ていくと、かなり、有能なキャラクターになってきますね。はい、で、今回敵にねセラフィムがいないので、まあこういった風にワンパンしていきのワンパンしていきの、まあ 2,3 秒で逃げると、はい、言ったことをねできてしまうのがカルガラと。しかもカルガラのねバフの上がる、まあなんていうんですか、特性がですね、まあ要は旗を握られてしまったらっていうところなんで、要は別に自分が何もしてなくてもバフ上がっていくんですよね、このキャラクター。まあ、それがまあやっぱすごいよね。はい、でここはですねしっかりと通常で回避を誘ってからのワンパンしていくと、綺麗な勝ち方ですね。さあ、でこのジンベイに15,000、はい、でまあ通常でやっていくと、まあジンベイもかなり強くなったけどね。さあ、でここはですね、まあルッチとかもなんかいろいろとキーの、まあ夢ルフィがいいの、ただ裏が取られてるから、こう裏ね、はい、しっかりとルッチを追っていくと、でシャンドラの光からの、はい、いや結局ここやない。でこれ多分まだ最大バフかかってんのかな、どうなんだろうか。さあ、でもまあこっからあれですね、ワンパン尽くしになってくるね。まあ結構尻上がりですよね。はい、まあなんで逆に言えば、おお、ワンパンナイス、敵が旗を握らなければ一生バフ上がれない、まあ、キャラクターにはなってるんだけども、まあそれでもねやっぱり特化されてるよね、かなりね。ってなわけで、ナイス逆転さんの勝利ということで、ジンベイが刺されて終了です。さあ、それでは2戦目に行く前に、こちらのサポート編成はゾーン系新世界になっております。パーセンテージは 167.6%、 裏には白ゾロを添えて、そしてメダルがですね、ハンコハンコカウンターショックメダル、カウンターショックメダルは敵を KO したらスキル2短縮、そしてこのハンコメダルで石化短縮 70% まで持っていき、セラフィウム対策もしっかりと万全と。おっと、なんとここでレッドシャンクスとジェットルフィのスタンプの攻防、お宝を取る、お疲れ様、さらに追い打ちをかけるかのようなジェットルフィのお疲れ様、きっとこの後ジェットルフィは片腕を取られるだろう。さあ、そんな中必死にみんな人参を守っていく、そんな中ジェットルフィは壁に抱きついてます、壁になんと抱きついてますと思ったら、いきなり飛んできた。本当はレッドシャンクスと戦いたかったんでしょう、恥ずかしかったんだよね、しょうがない。さあ、まずはですね、やっぱりカルガラといえば敵に旗を握ってもらわないとバフがかかっていかないっていうね、悲しい特性は持ってるんですけども、さあ、まあこのロジャー環境の時にはね、すぐさまもう1分以内に最大バフまでかかったんではないだろうかっていうぐらいね、バフをかかってしまったキャラクターなんですけども、まあ最近はねやはりセラフィムっていうね、強力な守りのディフェンダーがいるので、それがちょっとね叶わなくなってきてしまっているんですが、さあ、ここから落としておきたいのは緑ロジャーではない、黒ロジャーでした、失礼しました、反省します。はい、明日までに反省文、個性文字書いてきます。はい、
さあここでね、なんとですね、クロロジャーをしっかりとやっていきの白い家の昆虫照明っていうスキルを避けていきました。さあここからですね、カムサルしっかりと普通に避け、通常で回避を誘おうと思ったら無敵をしっかりとジャスト回避してスキル1で決めていく。これはもう普通のセオリーな勝ち方を綺麗にやっていく。当たり前かのように、まるで呼吸するかのように、呼吸うん、あ、うん、あ、水の呼吸とか、うん、そういう感じで言いたかったんやけどね、呼吸の呼吸になっちゃった。うん、それただの呼吸やねん。それただの呼吸。はい、さあ引き続きここは雷を受けてしまうが、さあ、うん、これはバチラが致し方ないでしょう。貫通スキルはやはり何のキャラでもやっこい。さあここに腹を立ったカルガラがしっかりともうめちゃくちゃに暴れていく。全てを粉々にしていく。さあこの粉々にして優勢なことを見たのか、3番と4番が静まり返りました。やはり、うん、勝ちたいのは変わりないんだろうか。さあこっから最終局面、ラスト50秒になってくる。さあここでなんとルッチが2体も飛んでくる。さあこれ怖い、これは怖い、これは怖い、俺の気持ちは怖い。うーんと、さあここでしっかりとスキル1をとどめさせていくからの、これは時間、あーこれはまあまあ致し方なし。さあてなわけで、しっかりと KO を持っていく。ナイス、好プレーだ。この試合かなり軽々、大活躍なんではないでしょうか。さあ残すところゲッターが4枚、全員落とさないとやばい、これはえぐい。さあでこれ裏来られる可能性は全然秘めてるが、カムサルしっかり余裕を切って通常で回避をしていき、ロジャーにスキルを全部使わせていく。これはかなり、そしてですね、なんとスタンプが復活しました。うん、お宝を取ろう、うん、守ろう、よし頑張れ。うん、ということでここでしっかりカルガラが守ってくれてるぞ。2か、あーっとこれはルッチを秒殺でやっていき、なんとですね勝利まで来た。はい、それではですね、続いても見ていきたいと思います。まあここからはですね、普通の実況を、していきたいと思います。さあてなわけで始まりました、バウティラッシュ。カルガラ選手が今回の代表格になっております。さあカルガラ選手といえばやはりゲッターを潰していく天才になってくるので、さあこのロジャーがどこに行くのか。まあただロジャーに守れるキャラクターセラフィと一緒に固く守っていきたいところ、さあ守っていけるかどうか見どころになってきます。さあまずは二陣を取っていく。さあでここで味方がシアターを取っていきの、セラフィムが飛んできてナイスフォローに入っている。さあここでロジャーが裏取りに来るかどうなのか。セラフィムのいる中で握ってしまった、それはちょっといたたのた。さあここからロジャーはどうしていくか、まだ強引に握っていくが、それはさすがにきつい。すかさずカルガラに突き刺されていく。さあでここからですね、裏が全然溜まっていない状況、真ん中をフォローしつつ裏にセラフィム貯めてほしい状況なんですけども、まだ真ん中が安定していかない。さあここから緑ロジャーに対して突き刺していくが、あーっと全然ダメージが入ってない。緑ロジャーに対してやはりダメージがまだ、うん、バフがね全然上がってきれてないっていうところまで入っていかない。さあ再度クロロジャーが、登場と、言った形で、なかなか盤面が落ち着かない。さあしっかりと裏を少しでも溜めつつロジャーを勝っていく、ナイス。さあここでなんとこれはセラフィムが石化になって、通常なんと4発5発6発分かりません。はい、さあこれはしっかりと通常からのジャスト回避、相手のハント通常1発1万1000と、うん、ブーストでもえぐい。これは回避を誘ってのハンマークラッシャー出ましたよ、ハンマークラッシャー、ピンポン玉のように海賊ロジャーが跳ねていきました。これはなんということか、見たくないロジャーでした。さあここからゾロに通常回避誘ってからのスキル1でワンパンをしていく、これは綺麗な勝ち方。さあでここでエクリヒが登場してくるが、まあ削るだけ削って、取り際とりあえずさらに削ってやっていくが、まあこれがエクリヒのめんどくさいところ。さあお宝エリアにいればスキル1、あ、じゃあずっと1を耐えていく。ただおっとここがカムサルしっかりとジャスト回避入っていく。さあカルガラを見たら、まあロジャー引くしかない、ただこれはカルガラ目線は追っていくしかない。さあ通常で回避を誘ってからのしっかりと刺していく。さあ今のはロジャーは痛い。はい、さあここでオリンを、うん、ハンマーでぺちゃんこにしていき、でここはおっとこれは取らない、どうした、これは取った方がいいんではないかなというふうに思うんだが、これはまあまあロジャーが取らない、なんでなんでなんでっていう状況だったのでしょうか。はい、まあこっちにねセラミンいるからね、でカラカラいるから、さあ、ロジャーからもね、全然守っていけるんで全然取ってよかったんではないかなというふうに思うんですが、まあロジャーの考え方も人それぞれだと思うので、そこは別にどうでもいいでしょう。さあカラカラの活躍を引き続き見ていきましょう。さあこれはオリン VS 緑ロジャー VS、さあカラカラ
2対1。おっとメーザー砲チャージ、あっとこれはいけるか、なんとチャージの上からハンマーでなんとぺちゃんこになっていくロジャーでした。そしてなんと勝利。はい、それではですねラストを見ていきたいと思います。はい、てなわけで皆さん軽々どうですか。いやめちゃくちゃ爽快だわ、めちゃくちゃ爽快だね。はい、さあラスト、どういった形になっていくのか、まあ、楽しみにしていこうということで、味方全員がこれアタッカーで、そう殲滅していこうムーブですねこれは。さあただ見る箇所が多すぎての、さあシャンクスも見ないといけない、カムサリも見ないといけない、そしてジャブラの十シガも見ないといけないと、難しい場面でしたがなんとかはい息絶えたと。さあで後ろに、ロジャーですね。さあこれはまあね、青山と抜かれてしまう可能性が高いのでしっかりとフォローに入ってますね。さあただ今2つをキープできてるんでまあいいでしょう。さあここから緑ロジャーが、はい、あーワンパン綺麗にしていく。さあでここは走、あーこれは飛んできたジャブラに合わせて、うんーでさらにロジャーも潰していく、これはうまい、これはうまいね。さあでここで真ん中を横取りしていけるか。さあでカルガラ、うんーとどうする、うんーでいやここちょっと怖いね、なんか遠距離スキルをみんな持っている中での。さあカムサにこれ飛んでくるか、飛んでこない。さあキングが、あー自滅していっちゃったのか、まあこれは致し方なし。さあでここで、ジャブラどうなる、ハンマーからの、さあとりあえず大ダメージは出ていく、でさらにあーと青山と共闘してジャブラを倒していく、これはあー青山とはねめちゃくちゃ強いからな今の環境ね。はい、でからの2人で揃ってキルをしていく、ナイスです。さあここからブースト、まあ、4本キープできたらめちゃくちゃいいところなんですが、向こうはロジャーに握られてしまってる。さあ横取りされていくが、さあこれは回避を使ったってことでハンマーが顔面に突き刺さっていく、これはかなり痛い。はい、さあこっから、カルガラはどうなるか。さあシャンクスと対面するが、さあここで2人揃ってナイスで、これは強襲致し方なしだな、これは。取り際だね、綺麗に当てられてしまうが、さあこっからどうする、ハンマーがたまりそう、なんとここロジャーナイス、しっかりとジャスト回避に入ってキングをコッパミジンにやっていく、そう恐竜世代にいたミジンコのようだ。はい、さあこっからどうなっていくカルガラ、どうだどうだどうだ、これが3人でキープしておきたい。さあただロジャーが出てきてる、このロジャーさえ落としてしまえばかなり、試合展開いいが、通常で、スキル、回避を誘うがこれはスキル1失敗していく。さあただここで取り際はしっかりと、そうなんだよこれが強いカルガラ、どっちかのスキルが当たればロジャーをワンパンしていくことができる、このカルガラえぐい。さあであと残り10秒守れたら勝ちという場面、ここでレッドシャンクス、あーっとここ、あーこれはレッドシャンクスにやられていく、まあでも、OK でしょう、まあロジャーやっぱ倒しておくの大事だからね。さあてなわけで最後まで3本キープしてナイス勝利。